ぱり自分初球から狙っていきました。ややバットの先端でしょうか、セカンドかライトか、サイド最後はライトに任せました。ワインド2ストレートライト方向への当たりです。ライトはマーティン、オレンジ色のグラブで掴み取ります。右中間方向、この打球は伸びはありません。今度はマーティン掴み取ります。捉えた当たりかどうか、マーティンの足は止まっています。正面でした。ランナー出しはしましたけど、一発のジョーンズからです。ライトフライになります。マーティン思いますね。そうですよね、ストレート、ここも力があります。非常にいいピッチャーですけどね。またもマーティンが掴みます。ライトフライ、これで2アウト。なんか勝利の方程式